지호야괜찮아나일본가면반드시태용이잊을수있을거야그것때문에유학가는건데뭐자기전에머리꼭말리고자감기걸려알았어간다この寮で皆さんと一緒に生活することになりました韓国人留学生のユン・ジホさんです。はじめまして、私はユン・ジホです。あ、緊張でね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、やった、キムチチゲだ。ってことは今日20日か。本返さなきゃ。ジホさん、日本語はまだあまり上手に喋れないみたいだから、皆さん親切にしてあげてくださいね。はーい。じゃあそこでいいかな。はい、よろしくね。ここ空いてますか？は？私ユンジホです。よろしくお願いします。はこれに、書くの、山口楓。山口楓さん、ありがとうございます。あなた特別親切。いや、特別ってことじゃ。あ、本名。何？カエデ鬼と私、血液型、星座、とっても相性いい。鬼、B 型、私、O 型。鬼、乙女じゃ、私、ヤギじゃ。鬼？あ、鬼、お姉さん。お姉さんって誕生日あんま変わんないじゃん。私と楓に一緒、すごくいいことあります。これジンクスね。ジンクス？友達になります。よろしくお願いします。いただきます。恥の文化というのは、つまり日本人というのは、その内省的に自分に向かっていくんじゃなくて、相手がどう見るかということを非常に敏感に感じる国民性だというんです、ね。相手が自分のことをどう評価するか、どう見るかによって反応するんだと。
ところが西洋人の場合は罪の文化というやべえ関係なく自分の名をすげえ美人うん見て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 何だよあんな子このクラスいたっけかわいいななんか意外あ、いや、なんでもないカズヨニー待ってくださいなんでついてくんのかななんでいや韓国の友達みんな手つなぎます日本がつながないの？相手先までついてくるか普通でもここ学校の図書館だから学生なら誰でも利用 OK だしそりゃそうですけどでもどこが気に入られちゃったのかね生年月日と血液型相性がいいんだってそれだけ一緒にいるといいことあるってジンクスなんだってジンクスねよかったじゃないどこがだっていいことあるんでしょあっ何手振り返してんすかだって見てよあの笑顔本好きですか？どんな本好きでした？ラブロマンス？ミステリーあのさ、申し訳ないんだけど少し黙っててくんないかな？あ、すみませんあのね、ジホ私とジホ全然合わないと思うんだよねそりゃ血液型とか星座とか相性はいいのかもしんないけどでも服の趣味とかも全然違うし性格だって全然違うじゃんクロちゃんな私カイデアに性格同じどこがクインカクゲ私は一人でいる方が好きだけどジホはそうじゃないでしょご飯だって私は一人で食べた方が落ち着くしはい、ご飯一人で食べる絶対ダメどうしてだって美味しいですうん一人で食べるまあまあでも誰かと一緒に食べるとっても美味しい、留学生のユン・ジホちゃんだよ俺経済学部の松坂隼人よろしく覚えてない比較文化の同じクラスでこれ俺の連絡先ねツイッターのアドレスも載ってるから興味あったら覗いてみて日本語の勉強にもなるしなんだよ隼人急にいなくなるんだよわりわりジョーちゃんこれ俺の友達の野村祐介どうもほら、隼人もう行くぞ OK, OK じゃあね、ジョージツイッターよろしくなにあんたと飲まなきゃいけないのてかなんであんた勝手に部屋入ってんのさらにぎえスリッパでストップすにっかなんて言ってるか分かんないしいいから飲もう飲もういやそういう日本語は知ってんだ
行きますよ。ワンシャあ、このお酒結構美味しい。でしょでしょ、飲もう飲もう。違うって、そうじゃないっては。違うはない、楓おに絶対あの人好きだす。なんでそうなのかな。だって楓おに怒ってた、私彼の連絡先もらったから。違いますか。連絡先、え、ちょちょ、何の話。松坂隼人、カエデに好きな人。違うよ、私の好きな人はそっちじゃな。そっち、どっち。このクマ可愛いね、彼氏からのプレゼント。やっぱいるんだ彼氏。いるよね。そうだよね、いるんだ彼氏。行きますよ。おいしょー、おいしょーって。なんで私。階段に来ましたよ、ゆうすけ。野村ゆうすけですよ。もうバカじゃん、声でかいって。おはよう。楽しかった。もう最悪。で、お前ゆうすけ。そうそう、ほらいたでしょ、あの後から来た帽子かぶった。あー、그평범한사람카드진짜진짜특이하다。え、何何。野村くんさ、中学の時の同級生なんだよね、うん、私の初恋。첫사랑、韓国も初恋一番大切。あー素敵、素敵ですね、カエデオニー。カエデオニー、どうしてユウスケ無視する。無視、無視なんかしてないよ。挨拶しませんでした。カエデオニー、ユウスケと同じ中学を知ってる人でしょ。どうして。それはなんていうか、しづらいっていうか。しづら、しづら、うん、中2の時野村くんと同じクラスだったんだけど、プールの授業で野村くん足つっちゃって溺れそうになっちゃったことがあって、私近くにいたから思わず助けちゃったのね。でもそのことで野村くんクラスの男子にからかわれるようになっちゃって。余計なことすんの。それ以来話しづらくなって、中学卒業したら野村くん東京に引っ越しちゃったし、もう一生会うことないって思ってたんだけど。ゆうすけ、そんな適当でいいから早く行こうぜ。ああ、もう終わった。私のことなんか全然覚えてないって感じでさ。ユウスケがそう言いました。ううん、それっきり話してない。なんで。だって私のこと忘れてたってはっきり分かったらいじめすぎるでしょ。いじめ。ああ、悲しいって感じかな。悲しい。カエデオニはなんでユウスケ好きになりましたか。なんで。
褒めてくれたからかな。褒めて？うん。プール事件の前にね、私剣道の授業で男子に勝ってクラスで優勝しちゃったことがあって、周りの男子はみんな引いちゃったんだけど、野村くんだけすっごい褒めてくれて。すげえよ山口、お前すげえよかったよ。すげえよ山口、お前すげえよって。でもいいんだこのままで、だってどうせどうにもなんないじゃん。私性格こんなだし、顔だって、まあ千穂には分かんないかもしれないけど。そんなことないよ春って。だって千穂には彼氏いるじゃん。私なんて一度もないもん、そういうの。大丈夫カエデ언니、괜찮아요。괜찮아요、괜찮아요、大丈夫です。カエデ언니頑張って告白されましょう。ファイティーン、私応援します。応援っていいよそんな。それに次方告白されるって告白するの間違いでしょ。うん違う違う、告白女の子カエデ언니がする。うん違う、男の人ユウスケが告白する。は、いや無理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 。え、なんでそんないきなりハードル高いの。告白女の子が自分でする、絶対ダメ、幸せになれません。これジンクス。ジンクスって。괜찮아요カエデ언니、私がミルタン教えます。ミルタン、ミルタン、恋の駆け引き、何じゃこりゃ。どうした？ミルタン、韓国語で恋の駆け引き。すごい、なんか昭和っぽいね。ですよね。でもちょっと面白そう。嘘ですか？嘘。めんどくささ。ですよね。まあ韓国の若者たちは恋愛命って言うからね。あれ、今日はジョーちゃんは？リョーブさんのところ。韓国語レッスンを始め、그냥이야기하는고르죠와일본생활을하면서잘모르는거나어려운일이있으면물어봐。감사합니다。근데저건뭐예요？아아예부츠단조상이나돌아가신분을모시는거。돌아가신분을요？일본에서는이렇게집에서기억하면서돌아가신가족이나조사님은고냥해。한국은불단이없나？네없어요。근데이남자분은？내남편이야。남편이시라고요？그래젊었을때사진이나서놀았지？ 20년차이네찍었어병으로。아그러셨어요？애통하셨겠어요？괜찮아맞다기숙사생한테선물을들어온게있어네。
외롭진 않으세요? 사랑하는 분이 돌아가셔서. 아주 오래죠 일이니까. 그리고 이제 마음의 연인이 있으니까. 아, 고맙네. 経済学部の松坂と言いますが、ユン・ジホさんいらっしゃいますか？合コン？そう。韓国の女子ってさ、案外シャイなんだな。最初から二人だけのデートは NG って言われちゃってさ。それ振られたんじゃない？違う。だって俺ネットで調べたんだから。なんか、韓国の男女って友達と一緒に合コンしてお互いよく知るとこから始めんだって。ミーティンだろうそれ。喫茶店でやるやつ。店長よく知ってますね。でもなんか最近は居酒屋でもいいみたい。合コンとかそういうのちょっと。いや協力してくれよユウスケ。ジョーちゃんも特別可愛い女の子連れてくるっつってたし。それでした。特別ね。ねえ頼むよ。お前のこと絶対連れてこさせるってジョーちゃんと約束しちゃったんだよ。っていうかお前ジョーちゃんのご指名だからな。ね、頼む。一緒のお願い。ミーティング？はい。日本語で合コン？ハヤとユウスケ来る約束しました。なんでそんな勝手に。てかジホいいの？彼氏いるんでしょ？カエデオニのためミーティングです。そしてこれはユウスケのツイッター。なんで？ハヤとのフォローは探しました。상대방이자기좋아하게만들라면우선상대방에대해아는게중요해。やっぱいいよ。勝手に人のツイッター見るの悪いし。それに考えたんだけど、ジホの気持ちは嬉しいけど、やっぱ見るだ。恋の駆け引きとか、いいや。キャラじゃないし。恋の駆け引き？ああ、恋の駆け引きっていうのは、自分をよく見せようとして嘘をついたり、相手を騙したりして、こう自分を好きになってもらうことね。あ、違う違う。みーたん、恋の駆け引き全然違う。え？あ、みーたんの本当の意味、相手に好きになってもらうため頑張ろう、努力する、それがみーたん。でも楓おに自分のことベリーラッキーと思ってる？え？思ってないよそんなこと。ならみーたんする。好きな人何もしないで好きになってもらう。ああ、これとってもベリベリラッキーな人だけ。違いますか？うん。バルボユスケ。飲むユ。へえ、アクション映画好きなんだ。アクション映画？うん。特に。ボクシング映画のロッキーが好きなんだって。あ、私もロッキーザファイナル見たんだけどさ、アクションもすごいしセリフもいいんだよね。人生ほど重いパンチはない、だが大切なのはどんなに打ちのめされてもこらえて前に進み続けることだとかさ。カエデによく知ってます。実は私も結構アクション映画好きでさ、よく見るんだよね。あ、でも私はジャッキー派だけど。ジャッキー？ジャッキーちゃん？おう、そうそう。あ、カエデにちゃんと言ってきなだ。ん？ん？うん。あ、やば。もういいよ、やっぱ新しい服なんか買わなくても。ダメダメ。女の子おしゃれする、すごく大事。え、何？ユウスケ帽子大好き。おお、カエデにすごく似合います。もっと地味なやつがいいんだけど。ダメ。恋のラッキーカラー赤がピンク、これジンクス。ま
パチンクス？うん。カエデ언니覚えてる？話たくさんするダメ。男の子は話聞いてほしい。女の子がたくさん喋る嫌います。あ、ジョーちゃん、こっちこっち。あ、안녕。じゃあ、ジョーちゃんは、え、山口なの？どうも。え、ないない。お前ら知り合い？いつどこで？いや、中学の同級生。なんでもっと早く行ってくんないの？え、ジョーちゃん知ってた？うん。本当に？じゃあ同級生同士座ってもらってさ。で、ジョーちゃんそこ。はい。はい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 。あのね、なんか美味しそうなご飯がいっぱいあって。私、うん、私お腹いっぱいペコペコですよね。いっぱいペコペコなの。びっくりした。いっぱいなのかと思ってたよ。おお。ケーキ。ああ、アイスクリーム。ああ、他には。ああ、よ、ウェンジャー。ああ、もっと行くよね。行くよね。はい。うん。ウェンジャー。ウェンジャー。うん、うまい。あ、もっと。ああ、上手ね。もう大丈夫？괜찮아。もっと飲みましょうね。飲みましょう。ましょう。飲もう。ましょう。帽子好きなの？いくよ。はい。あ、ほら、さっきかぶってたじゃん、赤いの。あ、これ。うまい。それ。まあ。帽子大好き。あ、オクションの映画もロッキーも大好きだよ。え、本当？あ、ロッキーっていうかアクション映画全般。そうなんだ。あ、てかジャッキーが好きっていうか。え、ジャッキーってジャッキーちゃん？だってすごいって思うんだよね。あんなに体張って命がけで映画作るってさ。なんか私そんなに一生懸命になれるものとかないから、なんか余計憧れるっていうか、初めてテレビで見た時こうやられちゃったっていうか。あ、でもロッキーも好きだよ。あの、特にファイナルとかすごかった。なんかスタローあの時だって60歳でしょ。なのに体鍛えてこう頑張っててさ、最後の試合のシーンとかもなんかこう本物のパンチ当てて撮影してたんだよね。なんかもうすっごい迫力で、なんかこう見てたらこう私熱くなっちゃって、こうなんか手がこうなって、あ、こうって。おにカエデ언니、うわ。ハヤト？ん？松坂くん、本当にいいの？奢ってもらっちゃって。いいの。韓国では男が払う当たり前だから。二人分です。ごちそうさま。帰ろ。帰ろ。カラオケは？カエデ언니、さっき失敗しました。あ、女の子たくさん喋るダメ。すいません、やっぱ弾いてたよね。連絡先聞かれましたか？大丈夫ジホ。진짜내가카이대언니랑유은숙이둘이서만얘기나눈속에내가진짜얼마나많이맞았나고멘지호나타시노타메니무리시테논데쿠레단데요네
なのにダメだね、私失敗しちゃって。山口、野村くん、これ忘れ物。ありがとう。あのさ山口、ツイッターやってる？え、もしよかったら俺のツイートフォローしてよ。アクション映画が好きな連中と情報交換してるんだ。携帯ある？ここにツイッターのアドレスも書いてあるから。じゃあ。ジホ？ジホ！やった、ジホ！ありがとう。なんで？なんでフォローしちゃダメなの？ダメじゃない。でも今日はダメ。どうしてよ。フォローするかな、しないかな。ユウスケドキドキする。これとても大切。遅いよ。ん？朝一でフォローしちゃったよ。もう？あ、カエデにメーター全然ダメ。俺がロッキーにハマったのは中3の春、親父とロッキーザ・ファイナルを見た時。どんなに打ちのめされてもこらえて前に進み続けることだって息子に説教するロッキーにやられた。親父には言わなかったけど。私がジャッキーにハマったのは高校の時、偶然テレビで見たプロジェクト A。 ボロボロでも体当たりで頑張るジャッキーになぜか涙が出ました。体当たりといえば最近では007シリーズのダニエル・クレイグのアクションもすごかったよな。金髪の007、よかったよね。動きもキレがあって、走る姿がとにかくかっこよくて私も好きです。今日の空は雲が薄くて綺麗だな。夕焼けが綺麗に見えそうだね。飽きないね、毎日毎日ラブツイート。そんなんじゃねえよ。ねえ、これ見て。何それ？あ、デートに誘うんだ、ジョーちゃん。そう、今度こそ絶対オッケーさせてみせるわ。お前もさ、ツイッターばっかやってねえで。山口、リアルデート誘ってみれば軽くオッケーしてくれるっしょ。え、本当に？てか、誘わねえし。
俺どっちでもいいけど。やった、今日はキムチチゲですよ。ってことはジホが来て1ヶ月になるのか。あ、ほらジホが来た日もキムチチゲだったでしょ。毎月20日はキムチチゲって決まってるんだよね。どうして？そう、ヨウさんの好みじゃない？韓国好きだし。嘘、野村くんから映画に誘われた。わ、やった、よかったですね、カエデヤンに。ありがとう、ジホ。でも、映画行っちゃダメですよ。え？1回目のデートの絶対断る、断らなきゃダメ。え、なんでよ。 OK したら、ユウスケの本当の気持ち分かりません。本当に好き、断られても諦めない。もう1回絶対デートに誘います。でも1回目で OK する？恋人になれません、友達になる。これジンクス。ジンクスって、はい、ごめん遅くなっちゃって。大丈夫だよ、まだだから。あ、すいません、今日が初参加の山口楓さん。どうもこんにちは。この人たちはアクション映画が好きな俺のフォロワーの皆さん。おお、その帽子かわいいね。ほんと、ロッキーの彼女のエイドリアン。エイドリアン。ロッキーシリーズだったら何が好き？何が好き？今2かな。俺は4かな、アポロが死んじゃうやつ。ファイナルでしょ。ファイナルもいい、でも一番いいってね、これは。やっぱり、やっぱり超広いイメージですよね。そこからの。あー、ごめん。またもうしょうがないな。またも映画楽しかった。うん、こういうオフ会よくやってるの？うん、でもまだ3回目ぐらいかな。なんかアクション映画ってさ、一人で見てもちょっと寂しいとこあるじゃない。そうかな、私はいつも一人で見てるから。あ、ごめん、私女っぽくないんだよね。みんなといるより一人いた方が落ち着くっていうか、なんか何でも自分で一人でやっちゃう癖あって。山口って昔から男前だもんな。それって、いやいや悪い意味じゃなくて、なんか中学の頃からかっこいいなと思ってたんだよね。え、ほら俺のことプールで助けてくれた時もさ、一人で一生懸命引き上げてくれてさ。でもそのせいで野村くん、みんなにからかわれるようになっちゃったよね。ああ、青木たちね。俺あんなの全然気にしてなかったよ。そうなの？うん、まあ全然じゃないか、無理に男らしくしようとしてたかも。私余計なことしたから野村くんに嫌われたかと思ってた。それはこっちだよ、話しかけても無視するし。してないよ。したよ。してないって。なんだよ、そんな怒んねえ。怒ってないけど。ゆうすけくん。あ、はいはい、何ですか？こっち来てん。いや、ちょっと来てくれた。もうちょっとこっち。ねえ、ゆうすけくん、今日の映画どうだった？いや、楽しかったですね。本当に？どうでした？具合の方はいかがですか？
덕분에 많이 좋아졌습니다. 아? 오카게사마데 즐거운 낙은이나리마시다. 아, 오카에리 카에데 언니. 데이도 どうでした? 에? 아, 오케이 했었던데죠. 데이도 どうでした? やっぱり千穂の言う通りだった。私はみんなの中の一人、ただの友達。映画に行く前まではね、それでもいいって思ってた。友達になれればそれでもいいや。 変だよね、私。どんどん欲張りになってる。楓音。なんでこんな気持ちになっちゃったんだろう。無理だって分かってるのに。かっこ悪いよ、こんなの。かっこ悪くないよ。かわいいよ。楓音、今すごくかわいい。 지심 못해 그다사이 카에데 언니. 언니도 아따시 일순이 이르또 이익도 아리마스. 그래모 징크스. 다카라 메이탄 간바따라 키또 유스케니 고쿠하쿠 사레마스. 아따시 보쇼오시마스. 지호. 일본어 막났다네. 아이데언니のおかげさまです。 最近書き込みないよね、山口。勝手に覗くなよ。やっぱ気になるの。そっちはどうなんだよ。手伝って。うん。水族館誘ったの。 もう諦めた。え？どうして？なんかさ、いろいろ調べたら韓国の女子ってめんどくさいのね。だってあれだよ、付き合って100日ごとに記念日があって、その記念日には男がイベント考えてなんかプレゼントしなきゃいけないんだって。へえ、確かにそれはめんどくさいな。でしょ？それに彼氏いるっぽいし。え？韓国。 そうなの。残念だったな。でもそうでもないんだよね。これが早く分かってよかったなって感じ。マジで。だってさ、俺らってこの先めんどくせえことばっかじゃん。来年には就職なんだろうって考えなきゃなんないしさ。で、就職したら結婚とか子供とか。 どんどん自分の時間減ってってさ。だから今ぐらいそういうめんどくさいことには関わりたくないわけよ。恋愛だって楽しいだけならいいけど、そうじゃないんだ、いらねえかなって。そんなもんじゃね。まあな。悲しいなお前ら。店長。まあお前らの気持ちもわからんではないけどさ、
野村くんからまた映画に誘われた。デート？分かんない。良かったのかな、断って。大丈夫、楓アンニを本当に好きだったらリュウスケ絶対もう一回誘います。そこが一番自信ないんだよな。楓アンニ、これは私の特別なマニキュア。これしてる時告白されると絶対幸せになります。それもジンクス？はい、そうですよ。じゃあジホもこれしてる時彼に告白されたんだ。何？自分のことになると急に黙っちゃって。ねえ、ジホ。ジホの彼、どんな人？話して。とてもロマンチックな人でした。ロマンチック？二人の記念日に恋愛映画の素敵なシーン、一緒に真似しました。え、すごい。え、どんなのやったの？ねえ、教えてよ。どんなのやったの？はい、できました。この花は宝泉か、特別おまじないの印ね。すごく可愛くなったよ、カエデアンに。あー、すごい。ありがとう、ジホ。かわいい。元気ないなぁ。それに爪ボロボロ。いつ塗ったの？2週間前。落としちゃえば？除光液あるから貸してあげようか。いいです。まだ残ってるし。ユウスケ、ユウスケ、階段にのことどう思てますか？どうっていきなり言われても。好き？嫌い？どっち？近って言われると好きかな。ではどうしてイカしか誘わないの？だって断ったのあっちだよ。いざしがロッキーズワールドで全然ダメだろってさ。ああ、진짜階段にいざしか어디が좋다는거야。ねえ、さっきから何言ってんの？あなた全然男らしくない。一回断られたからって諦める？全然ダメ。本当に好きなら何度もアタックして、何度も何度も前に進むの。簡単に諦める、絶対ダメ。なんかお前ロッキーみたいな。私が誘い方を教えてあげる。私の言う通りにすれば絶対階段に OK するから。いいですか？はい。
これ返却なんだけど。あ、はい。あのさ、山口、今週の日曜空いてる？え？誘うとき、まず最初相手の予定聞きます。予定聞く。空いてました。会談に断る。難しい。ああ、なるほど。日曜は空いてるけど。じゃあさ、クラシックのピアノのコンサートのチケットがあるんだけど、一緒に行かない？クラシック？あんま興味ないんじゃないかな。ロマンチックシチュエーションはとても大切。クラシックコンサート、普段と違う特別な感じ。そうかな。クラシック興味ないよね、やっぱ。一番大切は二人で行きます、はっきり言うことだよね。うん、分かった。気にしないで。チケットの渡し方も大切。普通に渡すの絶対ダメ。チケットその本の間に挟まってるけど、捨てちゃっていいよ。どうせ他に誘うやつもいないし。他の人は行かないの？チケット2枚しかないから。誘うとき相手の目ちゃんと見て言います。もしよかったら一緒に行かないかなと思って。行く。え？行く。行きたい。眠れなかった？ううん、ぐっすり眠りました。嘘。嘘です。眠れなくてコンサートの時寝ちゃいました。え、ジオも初デートコンサートだったの？どんな？まあいいや、ありがとう。階段に分かってますね。分かって分かって。もう行っていい？ダメです、ちゃんと行ってみて。相手の話をよく聞く。自分からは喋りすぎないでしょ。そうです。そして一番大切はスマイル。スマイルですよ。ファイティン階段に。うん、頑張る。じゃあ行ってくるね。デート楽しかった？うん、楽しかったよ。告白されましたか？うえ！なぜ？
したよ。嘘。したけど普通にスルーされちゃった。俺さ、実は前から気になってたんだよね、山口のこと。え？それって。あいつなんか怖い顔してずっと黙ってるしさ、俺コンサートの途中で寝ちゃったから怒ってるのかと思って、なんかそれ以上何も言えなくなっちゃってさ。아니 도대체 왜 분명히 알게끔 얘기를 못하는 거야? 어? 야, 상대방에 신경이 쓰였다. 그런 거로 상대방한테 마음이 통할 것 같아? 뭔가 怒ってるみたいですけど. 유스케, 告白を練習しましょう. 告白の練習? へえ、恋愛映画のワンシーンを真似して告白の練習をしようなんてなかなか洒落てるじゃない。はい、私の大学ではみんなやってました。韓国の恋人、ロマンチックがとっても大切。たくさん映画見て練習します。りゅうちゃん、あったよ。ロッキーはどう？ロッキー？どう？いいでしょ？スケートしてるエイドリアンにロッキーがサウスポーについて熱く語ってさ。全然ダメ。ロマンチックなセリフ全然ありません。とっておきのシーンだったんだけどな。セリフがロマンチック、とっても大切。他のはありませんか？ロマンチック？俺恋愛映画見ないからな。じゃあさ、ちなみにさ、例えばジオちゃんはどんな映画やったの？韓国の彼氏といつもやってるんでしょ？それ教えてよ。お願い、お願いします。エターナルサンシャインか。記憶を消してもまた同じ人を好きになっちゃう話だよね。恋人たちの予感、懐かしい。ジホちゃんよく知ってたね。ああ、いいセレクトだ。よし、ジホちゃんがどんなシーンを彼と真似したか当ててみよう。恋人たちの予感はラストの大晦日の告白のシーン。当たり？やっぱりね、告白のセリフが洒落てるんだよ。相手の欠点を順番に挙げて、それを全部好きだって言うんだ。で、最後の決めセリフが、一日の最後におしゃべりをしたいのは君だ。絶対無理。そんなこと言えないよ。映画と同じセリフじゃない。自分の言葉にアレンジして自分の気持ちを言葉に込めます。そんなのもっと無理だよ。また簡単に諦めるダメ。何か言ってみて。無理。ジオ様降参。ダメ。はい、もまなめんぽっけんのこと。まあまあまあ、ジオちゃんも彼氏とやったんでしょ？恋人たちの予感、どんなこと言われたの？参考までに教えてやってや。そうだよ、お願いします。ジオ様、금방화내는네가좋아。약속시간에날조금기다리게하는네가좋아。韓国語だとちょっとわかんないんですけど。
やっぱりダメ。自分で考える。大切。いや、でも俺ロマンチックなセリフとか苦手だからな。じゃあ他のやつにすれば。例えばラブアクチャリー。ラブアクチャリーは絶対あれでしょう。親友の奥さんを好きになった男がクリスマスの夜に聖歌隊のふりをしてその切ない思いをスケッチブックに書いて伝える。はい。君に読む物語は、あのシーンかな。朝起きたらベッドからアトリエまで床に矢印がしてあって。あ、いいんだね。じゃあ、あれだ、夜中の横断歩道に寝転んで。当たるです。いいんだよね、夜中の横断歩道にさ、2人で寝転んで話すんだよ。信号が赤や青に変わるたびにいつ車が来るかってドキドキしながらさ。それ命がけじゃないですか。バカ、恋はいつも命がけなんだよ。なあジコちゃん。なんか古臭いな。あ？ん？あ、いや、他のあれはどうなんですか。これとかシザーハンズ。シザーハンズは、あれだ、両手にハサミを持って抱きしめたいのに抱きしめられないみたいな。あ、あれね。違う？じゃあ何だろう。雪。雪？ジョニー・デップがヒロインを思いながら両手のハサミで氷を削って雪を降らせる。え、まさか本当に雪降らせちゃったの？まさか。雪はさすがに無理だろう。シャボン玉。シャボン玉？雪の代わりに彼たくさんのシャボン玉を掘らせてくれました。周りの人たちに協力してもらって。付き合ってから100日目、初めての100日記念でした。私嬉しかったけど少し恥ずかしくて。映画みたいに踊りたかったけどできなかった。そりゃそうだろう。でもすごくすごく嬉しかった。シャボン玉。そう、いいな。うん、いい。よし、ユースケ、今回お前バカになれ。俺が全面協力してやるから。は？店長さん、私この DVD 全部借ります。うん、もちろんいいけど。あ、そっか、もしかして楓ちゃんだっけ。相手の女の子に見せたいんだ。はい。そうだよね、こういうのは相手も映画見といた方が効果的だもんね。おはようございます。告白される練習。はい、どうです。カエデにユースケに告白されたいでしょ。そりゃそうだけど。次のデート告白されるため頑張りましょう。おはようございます。告白される練習1、いつも可愛い笑顔でいること2、話を聞くときは相手の目を見ること。3、ロマンチックなシチュエーションに敏感になること。可愛い笑顔。自信ないな。大丈夫？可愛い笑顔作り方、私が教えます。とあるんだそういうの。はい。それと話を聞くとき相手の目を見る、とても大切。告白すると自信ない、相手を見ない、笑顔ない、これ無視されたと後悔します。無視。自分が相手を好きなこと言わないけど伝える、これ告白されるためとても大切。なるほどね。
あ、でも3つ目はどうやって練習するの？楓鬼のため私一生懸命作った。これを見てロマンチックシチュエーション勉強しましょう。DVD もついてる。私のためにありがとう。時報私頑張ってみる。자이양쪽끝을이렇게올려서이라고하는거야이하예가오이이네これさ、何やってんの？地方終わったよ。帰ろ。帰るにダメ。ちゃんと私見て。もう一回。ごめんごめん。地方一緒に帰ろ。スマイル。スマイル。ここで練習するですか？うん、まあ店長は事務所使ってもいいって言ってくれたんだけどさ、なんか覗きに来られそうで嫌だからさ。それで映画は何にしましたか？ラブアクチュアリー？うん、これが俺でも一番できそうかなと思ってさ。告白の言葉をスケッチブックに書くって設定なら喋らなくて済むしさ。いげ？あ、いや、ロマンチックだしさ。じゃあ、行くよ。너무대놓고잖아아다음에다음에이로이거야남자잖아그거아쓰기쓰기아진짜뭐라는거야告白の時に流す BGM 選んできたんだけど、ちょっと聞いてみてよ。信号赤になりません。ああ、押しボタン式だからね。押してこようか。いいです。それよりロマンチックなセリフを考えてきた。言ってみて。君は、いや君が、もう어쩔수없다스키나모노난데스까에오타가이니스키나모노이유스코시즈즈로만치크니나리마스혼토혼토이때미테스키나모노가아로키로키
気はいいです。他には？帽子だろう、納豆だろう、あとペットの画面。それと、そうだな、雨の匂い。え？雨の匂い。ほら、雨の日に公園や森に行くとさ、緑が濡れていい匂いがするでしょ。俺あの匂い結構好きかも。やべ、やっぱこれは無理なんじゃないかな。何何、男前な君が好きだ。やめろよ。俺だってバカバカしいって思ってるよ。なんでやってんの、さっさと告ればいいじゃん。なんかさ、前にジオちゃんが彼氏にやってもらったこと話してくれた時さ、一瞬だけどすげえ嬉しそうな顔したんだよね。すごくすごく嬉しかった。シャボン玉。時間が経ってもさ、好きな子にそんな嬉しそうな顔してもらえる思い出が作れるんだったら、ロマンチックってやつダメ元でもやってみるかなんて思っちゃったわけよ。お前かっこいいな。やせよ。いや、こっちこそ。何か探してるの？あ、ゼミでちょっと過疎化に関する本探してて。あ、それなら17の本棚に。ありがとう。11日までにご返却ください。なんかさ、山口さん最近変わったよね。そうですか？なんか千穂ちゃんに似てきた。まさか。まさかよね。ずざぼらんね。ジョー、とにかく一回聞いてみてよ。今度こそ絶対気に入るから。バッチリロマンチックだろ。この曲さ、山口と一緒に行ったクラシックコンサートでやってた曲でさ、俺ほとんど寝ちゃってたんだけど、なんかこの曲だけはさ覚えててさ。
にごめん、俺なんかやっちゃった？ごめんなさい。왜 자꾸 생각이 나는 거야? 힘들었대요. 지호, 大丈夫? 지호, 何かあったらいつでも相談してね。 私 いつもジホに頼ってばっかりだし、ジホのためなら私ジホ？ご飯食べましたか？맛있다카이저님ここのお店とっても美味しい。よかった。でもホームシックとはね。びっくりしたよ。部屋から出てきたらいきなりサムギョプサル食べたいって。あ、そうだジホ。ジホに借りた映画見たよ全部。面白かった。本当？恋愛映画なんて言ってちょっとバカにしてたけど、でもちゃんと見るとやっぱいいね。ちょっと憧れるかも。そういえばさ、前にジホ記念日に彼と二人で恋愛映画の真似したって言ってたけど、私に貸してくれた映画それだったりする？はい。いいなぁ、羨ましいなぁ。カイドにはどの映画一番好き？やっぱエターナルサンシャインかな。氷の上のハネムーンだっけ？氷の上に二人で寝転んで星座の名前聞くところ、あそこいいよな、ロマンチックで。私も一番好きでした、そのシーン。そうなの？じゃあ嬉しかったでしょ、カヤと真似した時。一番やりたかった、氷の上のハネムーン。でもそれだけやってません。え？なんで？あ、そっか、帰ったらやるんだ。そうでしょ。楓よに差し。いいなあ。私なんて一生あんなロマンチックな告白されないんだろうな。え？分かってるんだ、もうダメだってこと。だってあれから野村くんから連絡ないし。でもね、私決めたの。千穂が日本にいる間だけは頑張ろうって。だって私と千穂一緒にいるといいことあるってジンクスなんでしょ。だったら私もそのジンクスにかけてみようかなって。おいしい。この木ならジホのイメージに合ってる。はい、
これ言うの？俺が全部？はい。ロマンチックなセリフになれること大切。なれれば自然に言えるようになります。そうかな。読んでみたい。すぐに怒る君が好き、待ち合わせで僕を少しだけ待たせる君が好き。ダメダメ、もっとゆっくり気持ちを込めて。すぐに怒る君が好き、待ち合わせで僕を少しだけ待たせる君が好き。ユウスケ、私見て。私カイドンに。わかった？わかった。すぐに怒る君が好き。ユウスケ、待ち合わせで僕を少しだけ待たせる君が好き。ユウスケ、私見て。私見て、セリフ言って。すぐに怒る君が好き。おい、ジョー。続けて。うん。待ち合わせで僕を少しだけ待たせる君が好き。おせっかいでお人よしすぎる君が好き。本当は内気で自分に自信がない君も、でも本当は気分でも悪いの？ううん、大丈夫。もう一度始めたら。どうしたの、ジホ？元気ないね。ううん、そんなことないです。大丈夫ですよ。私ジュース買ってきます。どうしたんだよ、ジホ。どうしましたか？ううん、遅いよ、ユウスケ。ごめんごめん。で、電話したじゃん。電話？メッセージなかったよ。でも、はあ、もういいです。時間ない。練習。はい。おせっかいでお人よしすぎる、そんな君が一番好き。ユウスケ、もう大丈夫。ごくわくできます。本当？あとは自分の言葉考えるだけ。自分の言葉か。それが一番難しかったりして。あ、これさ、ジホの彼が考えたセリフなんでしょ？
ジホのことを本気でこんな風に思ってるってことだよね。すごいよな、ジホのこと心から大好きなんだな。おい、ちょっとジホ。駒尾ゆうすけ、ありがとう。山口、ごめん邪魔しちゃって。階段に練習、告白の練習です。告白、はい。ユースケ好きな人いるけど告白全然できない、ロマンチックセンスゼロだから。私ユースケと練習しました、ロマンチックに告白できるように。練習？そうだったんだ。ジホは恋愛マスターだもんね。でもそれならもっと早く教えてくれればよかったのに。私じゃないんでしょ、野村くんの好きな人。だから言えなかったんだよね、私が傷つくと思って。あにゃ、でも教えてくれればよかったんだよ。そしたらもっと早く。それは間違いない。いいの、ジホ。もういい。帰るのに。もう忘れるから。野村くんを好きだったことも、柄にもなく、見るな。頑張ったことも、全部忘れて、元の自分に戻ることにする。その方が楽だし。最初から無理だったんだよ、私に恋愛なんて。ウェイ、왜그렇게쉽게포기해버리는건데。손만뻗으면다할수있는데，말하면대답도해주는데，보고싶을때볼수도있는데。지호，지금함께할수있다는게얼마나행복하고얼마나소중한일인지그걸왜모르는거야？왜？지호，私の変えたよ。死にました。一年前。交通事故。태용을忘れるため日本に来た。でもダメ。私。忘れられない。태용나것도忘れなきゃダメ。태용もういない、もう会えない。だからでもユウスケいるでしょ？ユウスケ生きてるでしょ？なのになぜ？カエデオにユウスケを好きな気持ち忘れられる？
ちゃん、왔어？다녀왔습니다。어때？맛있어요。다행이다。지호가가르쳐준김치덕분에내아치가삼시도많이늘었어。고마워근데왜매월20일김치찌개예요사실은20일의남편이조세상에간말이야우리남편김치찌개를너무좋아했어이걸먹으면힘이난다고그래서자주만들어달라고했었어그리고는이일을시작했을때학생들의기운을얻는모습을보니남편만이생각나더라고그래서만들어보니이게진짜인기아남편이도와준거구나하고생각했어그리고는메탈인시비에만들기를한거지재호짱제일처음카에디언니를봤을때카에디언니는예전에제모습을보는것같았어요태영이를만나기전엔저도카에디언니처럼늘혼자였거든요항상혼자밥먹고사랑도포기하고나를좋아해줄사람따윈없다그렇게생각했었어요그런자신없던저에게태영이는정말많이정말많이칭찬해줬어요그리고저한테가르쳐줬어요사람과함께밥을먹는재미사람을좋아하는재미사랑하는재미그래서카에디언니도알게되길바랬어요행복해지길바랬어요그렇지만못했어요저는태영이가되지못했어요태호짱카에디언니유숙이있는다고했어요근데전잘모르겠어요어떻게 하면그렇게자기가좋아하는사람을쉽게간단히잊을수있는건지어떻게하면나도잊을수가있는건지잊어야하는데잊지않으면안되는데
じゃあなどて地方忘れるなんて無理だもん。天使はえチュルゴーン清軍オンジェンがパンデシチュオギテゴ地方へが秘密をチュルコやチュオギテンタコや。そうよ、私はそうだった。地方帰ってる？あ、ねえ、地方見なかった？知らない。あの、地方って千穂ちゃんならしばらく韓国の友達のとこに泊まるって連絡あったけど。そうですか。18日までにご返却ください。はい。名前聞くところ、私も一番好きでした。そのシーン、じゃあ嬉しかったでしょ、カヤと真似した時。一番やりたかった氷の上のハネムーン。でもそれだけやってません。できなかったんだ地方。千穂ちゃん、죄송합니다배를끼쳐서。はい。
おい。なんだよ、話って。何？他に誰か来るの？うん。来て。ちょっと、なんだよ、危ないって。何してんの？星を見てるの。星？うん。大丈夫？てか星なんか見えないじゃん。アルミエハニム。あのさ。何？知ってる星座ある？星座？あのさ、超背中寒いんですけど。あ、星座ね。星座。スター座。何それ？ほんと、全然ロマンチックじゃないんだね。ジホの言ってた通り。ジホから何か聞いたの？告白の練習してるって。なんだ、知ってたんだ。うん、知ってた。だから私を好きじゃないってことも知ってる。え？でもジホはこんな私のためにすごく頑張ってくれてたから、私もやれることだけはやらないと。ちょっと待ってよ、なんか誤解してるみたいなんですけど。ちょっと黙っててもらえますか？はい。何度も諦めようと思った。中学の時、みんなにからかわれて気まずくなって、野村くん引っ越しちゃってもう会えないって思って、これで諦められる、忘れられるって。間口。でも大学で会ったら全然気持ち忘れてなくて、千穂にもそのことを思い知らされて、でも千穂は自分から告白したらダメだって言うし。え？だから好き。すぐに起こる君が好き。待ち合わせで僕を少しだけ待たせる君が好き。ユウスケ。おせっかいでお人よしすぎる君が好き。本当は内気で自分に自信がない君も。
でも本当は。하지만사실은나에게만미소지어주는너의웃는얼굴이스마일스마일은행복해지기위한제일의징크스야男前な君が好き、ジャッキーを熱く語る君が好き、最近ドキドキ見せる君の不器用な笑顔が一番好き。ありがとう。ちょっと待ってよ、なんか誤解してない？さ、じゃあなんて言えばいいんだよ。野村君？ごめん、大丈夫？うん。あのさ、キスしていい？の話、痛そうの話。あ、だってユウスケ情けないよ。私が教えた言葉ほとんどそのままです。だってしょうがないじゃん、本当にそう思ったんだから。それに最後の方は俺のオリジナルだし。あ、そうだ、これ私からカイドニとユウスケプレゼント。それ、ジホの大切なものじゃないの？そうだよ、感謝するのは俺らの方だし。カエデ兄とユウスケのおかげで私、テントの楽しい思い出たくさん思い出した。悲しい時もあったけど、今思い出してよかったって思ってる。ジホ。그런소중한추억이니까되게힘이되는추억이니까ありがとう。これで私元気に韓国帰れます。そっか、もう来週か、ジホちゃん帰るの。はい、だから今日手続きとかでいろいろ忙しいみたいで。ねえ、ちょっと相談したいことがあるんだけど。カエデ언니랑유스케늦네비행기지각할텐데왜안오지
てください。しょうちゃんのためにシャボン玉入れてください。しょうちゃんまでありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、友達のためにお願いします。地方コマオ。